私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。中居正広が10秒。疑問符？今年7月に緊急手術。番組欠席が続く中、大丈夫なのかな？心配だといった声が上がっています。今年7月には急性虫垂炎で緊急入院していました。約10年前に発症した時には病状が軽く、手術せずに薬物療法を行っていたといいます。術後10日余りで仕事に復帰していたのですが、ここ最近体調を崩してしまったようです。中居正広さんに心配の声が上がっています。ネット上では10秒説が持ち上がっているといい、体調不良は近頃の様子からも明らかなんだそうです。一体どんな話が待っているのでしょうか。詳しく見ていきましょう。体調不良というだけで具体的な情報がありません。コロナ感染や癌といった重い病を患わっているのではないかという心配の声も上がっています。今月1日放送の番組では体調不良を理由に欠席。それから1週間後、番組公式ツイッター上で再び番組欠席が発表されたのです。中居さんの詳しい状態はわかりませんが、今はただゆっくり休むことだけに集中してほしいですね。どうかお大事に。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。